写真拡大。中山 11R アネモネステークス L 馬特激走馬ラズベリームース。10月の東京マイルの未勝利戦を逃げ切り勝ちしたルーラーシップ3区。好スタートから花に立つと、前半 600m が35秒4の緩いペースに持ち込み、後続に2馬身半差をつけた。ルメール騎手は楽勝でした。少しずつ加速して逃げ切った足は瞬発力よりパワー系と評価した。そのレース2着の西野ラブウインクは次戦で勝ち上がり、フェアリー S で0秒5差の7着と重賞で吉見走した。中間は2月17日に外馬やノーザンファーム天栄から木馬やし、美穂の坂地で追い切り6本。ここ3周ともラスト11秒台で鋭く伸びきった。足長で推進力ある体型を生かし、急坂攻略のシーンを